画像はナオ主演の実写映画、先生は白い嘘。男女の性暴力、性被害を描いた漫画、先生の白い嘘が女優、ナオさん主演で実写映画化され、三木康一郎監督が公開直前にインタビューで制作の舞台裏を告白し、ナオさんがインティマシーコーディネーターを入れてほしいと求めたにもかかわらず、それを拒否していたことを明かしネット上で物議を醸しています。 そうした中で、5日に行われた公開初日舞台挨拶に、三木康一郎監督らが登壇し、騒動に発展した言動を謝罪しました。先生の白い嘘は、漫画家、鳥海茜さんが2013、2017年に、月刊モーニング2で連載の同名漫画が原作で、男女間にある性の不平等を中心テーマとしながら、 人々の根底にある醜さや美しさなどを描いた人間ドラマで、性暴力シーンなどが含まれていることから映画は R15 指定となっています。男性経験がなかった美鈴に性的暴行を加え、その後も美鈴を脅し、性的関係を強要し続ける早藤正美役を風間俊介さん。早藤の婚約相手で美鈴の親友。 ふ谷美奈子役に三好彩香さんが起用されています。新妻に近づいて相談相手となり、行動をコントロールする。三魚。こと三号金役を田辺桃子さん。新妻と同じクラスのムードメーカーでチャラ男のは田島直人役を井上宗与さん。その他に美鈴が通うメンタルクリニックの医師役を板谷由香さん。新妻の祖父役でベンガルさんらが出演しています。 この作品の監督である三木康一郎は、10年前に原作を読み、男性目線で性を描いた作品が多かった中、女性目線で描かれたこの作品に新鮮味を感じ、映像化したいと思ったと言われています。画像は実写版、先生の白い嘘。監督、三木康一郎。そして、ドラマ、大切なことはすべて君が教えてくれた。コードブルー。 ドクターヘリ緊急救命 3RDSEASON 透明なゆりかご昨日何食べた G 戦場のあなたと私お帰りモネなどを手掛けた人気脚本家足立直子さんに脚本を依頼し約10年前に脚本は出来上がっていたと言いますしかし作品の内容からキャスティングに難航し なおさんににに最終決定すす。るままでに実人ほどの女優に出演を断られたと言います映画の撮影は2年前に行われたそうですが性描写を含む内容であるためなおさんサイドはインティマシー・コーディネーターを入れてほしいと要望したとのことですインティマシー・コーディネーターとは性的描写を含むシーンなどを撮影するにあたり弱い立場の演者側の意向をしっかりと反映するために制作サイドとの間に入り 双方の意向を確認した上で調整を行う仕事です。ですが、三木康一郎監督はニュースサイト、ENCOUNT のインタビューで、なおさん側からは、インティマシー・コーディネーターを入れてほしい、と言われました。すごく考えた末に、入れない方法論を考えました。間に人を入れたくなかったんです。ただ、理解し合ってやりたかったので、 なおさんには、女性として傷つく部分があったら、すぐに言ってほしいとお願いしましたし、描写にも細かく提案させてもらいました。性描写をえぐいものにしたくなかったし、もう少し深い部分が大事だと思っていました、と、インティマシーコーディネーターの導入を拒否したことを明かし、バッシングの嵐となりました。これを受けて5日に行われた初日舞台挨拶で、三木康一郎監督は、 この度は、私の、不用意な発言、により、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、この場をお借りして謝罪したいと思います。本当に申し訳ありませんでした。本当に申し訳ございませんでした。頭を下げて謝罪しました。画像は先生の白い嘘出演者と、三木康一郎監督、奈緒さんは、 誰も心を痛めることなく一緒にいたいと切に願っており、一言、私は大丈夫です、と伝えたかった。原作に心から惚れ込み、出演することを決めたと語り、すれ違いはあったが対等な関係で話し合い、傷つけない言葉を使うべきだった、と AUT、反省している。発言自体を謝罪するということは、 やはりコーディネーターを拒否した行為は間違っていないという意識なんだね。こういうポリシーの方は時代に合っていないのでは。私は大丈夫で済まされないことだと思う。こういう作る際の配慮がなかったエピソードを聞くと映画を見たくなくなる。不用意な発言を謝罪するのではなく、俳優の心と体を守るための措置を却下したことを謝罪した方がいいと思うが、なんか未だにずれてる。 ナオさんとしては、頑張って撮影した作品たし、大丈夫というしかないよな。監督がコーディネーターを入れたら俳優と気持ちが通じにくくなる、という認識を持っていることが問題。本来の役割はその真逆。俳優が自分の意に沿わぬことを無理やりやらなくてはいけないような現場にせず、気兼ねなく監督や現場に意思を示すことができるようになるために必要な役割。 不用意な発言が問題ではない。言わなきゃよかったじゃない。一俳優への、一女性への配慮のなさが度を超えている大問題だということ。原作を読んですごく心を痛めた一読者として、これを実写化した責任。演じる俳優への配慮の欠片が何一つない点については、怒りしかない。などの声が上がっています。 インティマシー・コーディネーターの導入は、先生の白い嘘の撮影が行われた2022年にも大きな注目が集まっており、水原紀子さんと、ゲスの極み乙女のドラマーで女優、佐藤穂波さんが W 主演した映画、彼女の撮影で、インティマシー・コーディネーターが導入されており、そのきっかけはプロデューサーによるセクハラ言動だったことなどを水原さんが、 『週刊文春』のインタビューで告白し当時大きな話題になりました昨年放送の NHK ドラマ「大奥」では高島政信さんが娘に性的暴行を加える父親役を演じるにあたり共演者の心情に配慮してインティマシー・コーディネーターの導入を要望したと明かし作品に関わるすべての人間の心に寄り添い人間の尊厳を守りながら この異常なシチュエーションをベストに撮影するためには絶対になくてはならない存在です、と明かしていました。なおさんは自ら出演を希望し、監督に自分の意見をしっかり伝えることができたため、大きな問題は起こらなかったかもしれません。しかし、このような事例が定着してしまうことは深刻な問題です。今後、他の作品でも俳優が無理強いされることがないように、 映画業界全体でインティマシー・コーディネーターの導入やガイドラインの策定などを検討してほしいと思います女優・なお主演の映画「先生の白い嘘」の公式サイトからある表現が削除されていることが6日までに判明し波紋を広げている同作をめぐっては性的描写の撮影の際に監督と俳優の間に入って身体的精神的にサポートする インティマシーコーディネーターを導入するかどうか、なおと三木康一郎監督の間で協議が行われ。